河野玄太セレクション。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。今回はですね、まあ僕自身いろいろと勉強法を模索してきたわけなんですけど、そんな僕がこれを買って勉強効率が上がったよっていうものを厳選して3つ紹介していきます。まずは1つ目は、何でもノート。まあノートなんてみんな持ってるよって思ってる方もいるんじゃないでしょうか。まあ皆さんね、ノートを使うときは授業の板書だったり、あとはテスト範囲をきれいにまとめたり、してるんじゃないかなと思うんですけど、僕のノートは違うんです。もうとにかく雑に何でもかんでも書き込むためにあるんです。例えば何か計算したい時の計算用紙だったり、覚えておきたいことを殴り書きしたり、間違えた問題を10回写経したり、暇な時に落書きしたりと、本当に何でもかんでも書き込んで OK なんです。もうね、このノート一冊で勉強効率は上がるんですよ。まあ綺麗なノートしかなかったら、そこにね、情報を書き出すにしても綺麗にまとめなきゃいけないし、例えば他にもね、10回覚えたいものを書くとかっていうことはできないじゃないですか。かといってルーズリーフだったら、書いたものはね、すぐどっか行っちゃったりと、行った時にこのノートで全て解決できるんです。まあ書くことなかったとしても、その日のやることリストだけ書き殴っておけば、日々にメリハリがつくと思います。まあ僕が使ってるのはこの、緑の MD ノートブックですね。完全無字なんで自分の好きなように使えますし、書き心地もいいので重宝してます。続いて2つ目は、最強の枕。これは買って非常に良かったですね。人間って3分の1の時間を睡眠に費やしてて、しかもね、その睡眠期間中に記憶の整理を行ったりするので、まあ、睡眠っていうのは勉強によって非常に重要なわけですよ。そこでこの枕、ブレインスリープピロー。この枕の何がすごいかって、スタンフォード式最高の睡眠の著書であり、スタンフォード大学で長年睡眠の研究をされている西野誠先生が完全監修した枕なんですよ。科学の力で人生の3分の1にも上る睡眠を最高のものにしようというわけなんですね。例えば睡眠の質を高めるために重要なことっていうのが、寝る前に深部体温を下げることなんですね。でこの枕めちゃくちゃ通気性が良くて、このおかげで寝る前に、ね、脳を冷やしてくれるので、結果として睡眠中の記憶の整理がはかどるわけなんです。しかも寝心地もめちゃくちゃ良くて、まあ、見た感じだと全くわからないと思うんですけど、側面は3層構造に、左右の面も5層構造になっていて、体にフィットしやすかったり、寝返りが打ちやすかったりといった工夫がされているんです。僕自身データがないと効果を信じられない人なんで、まあアプリを使って熟睡度を計測したんですけど、本当に効果があってびっくりしました。それでは3つ目、それがキッチンタイマー。まあこれでね、何するかって言ったら時間を計るんです。まあ当たり前ですけどね。まあ問題何問か選んで時間を計っておくことで、普段から模擬試験の形で本番環境を同様に勉強することができますし、それだけじゃなくて、例えばここからここまでを1時間以内に丸覚えするぞみたいな感じで、時間を区切って勉強スケジュールを立てていった方がメリハリがついて集中力が増すんですよね。まあもちろん時間を計るだけだったらスマホでもできるんですけど、勉強中はね、スマホをなるべく自分から遠ざけたいんですよ。っていうのも、スマホを仮にいじらなかったとしても、そこにスマホがあるっていうだけで人間の集中力が低下するってことが科学的に証明されてるんです。まあそういった意味でもこのキッチンタイマーはスマホ避けになるんですけど、やっぱりね、試験においては時間のコントロールっていうのが実力同様非常に重要になってくるので、このタイマーをね、うまく活用して時間感覚を身につけてもらえたらいいなと思います。ということで今回勉強効率を高めるために買ってよかったものを3つ紹介してきました。今回紹介したものは概要欄の方に載せておくので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。